輪投げは、輪を特定の目標に投げ入れる遊び。スポーツ競技として、明確なルールのもとに行われる輪投げもある。投げ輪は、大正の頃に、神戸港に入港する戦場で行われたのを始まりと、するスポーツ。8.5メートル手前から、9本のゴム製の輪を投げ、輪専用の台に向かって投げる。投げ輪専用の台には、ピンが9本あり。 ピンには1から9までの数字が付けられている。輪の重さは1 8 0ム。競技は投げ込みシングルダブルの3種類。投げ込みは輪が入ったピンの数字の合計が得点となる。シングルはピンの数字の合計が得点となるが、一つのピンに2本の輪が入ってしまうと失格となる。そのため9本全部を投げずに、途中でやめることもできる。 ダブルは輪が2本入ったピンの数字のみを合計して得点とする。こちらは1つのピンに3本の輪が入ってしまうと失格となる。そのためシングル同様に途中でやめることもできる。神戸市を中心に競技が行われている。神戸投げ輪連盟と神戸市スポーツ教育協会による大会が王子スポーツセンターで年数回開催されており、毎年6月あたりに知事杯。 10月あたりに視聴倍が開催されている。クロリティは1988年に現愛知東方大学人間学部教授の石川幸夫が考案したニュースポーツ。5、7、9メートル手前から10本のゴム製の輪をクロリティ専用の台に向かって投げる。台には25本のピンがあり、台の大きさは75センチ四方の正方形で、傾斜角度は30度である。 台は4色に色分けされており、中心に近いほど高得点になる。また、輪が台に乗れば、ピンに入らなくても、輪のある場所の色によって、得点となる。輪の重さは150から200グラム。競技は、シングルダブルス、ミックスダブルスの3種類。締結投げは、世界各地に遊びとして存在するが、ここでは、競技人口も多く。 ルールも明確なホースシューズについて説明する。1921年に全米ホースシューズ協会が設立。アメリカでの競技人口は約3000万人と言われ、野球やバスケットなどに引けを取らないほどのメジャースポーツになっている。1991年に日本ホースシューズ協会が設立されている。地上に50センチ出した鉄の杭に17歳以上の 男子は12メートルそれ以外は8メートル離れたところから停鉄を投げる。杭の15センチメートル以内に入れば1点、杭に停鉄が入れば3点で、それ以外は無得点である。2投ずつ交互で投げ2人でその点数の合計を競い合う。決められた点数に早く到達した方が勝ちというポイント制と回数を決めて、その合計点で勝敗を決めるイニング制がある。 ありがとうございます。